ネイバーフットの滝沢俊介です。子供の頃にヒーローはみんなバイクに乗ってたんですよ。多分そのイメージがすごく僕の根本に刷り込まれてて、影響されたパンクはすごくいろいろ、僕はアメリカのパンクじゃなくてイギリスのパンクにすごく影響されて、もちろんクラッシュとかセックスピストルズもそうですけど、僕が行ったのはその、もう80年代だったんで、本当はパンクとかそういうものを楽しみに行ったんですけど、もうすでに、ビビアン・ウェストウッドのワールズエンドもかなり終盤の方に入ってたりとか、ソウルトゥソウルっていうクラブのイベントとか、あとワグクラブとか、まあ、レアグルーヴとかブレイクビーツが全盛期の頃で、そのロンドンにいる間に、まあ、ワイルドバンチっていうグループの人の家にステイしてたんですけど、そういうものでまたパンクとは違ったなんかリアルなロンドン、その時のリアルなロンドンをすごく体感できたことはすごい貴重な体験だったなと思います。ネイバーフットっていう名前は僕らがその原宿にこう集まりだした時に、まあ、友達のさっきも言いましたけどベーシングエイプとか、まあ、いろんなブランドの友達、まあ、すごく本当に DIY のもうブランドを始めた頃のみんながまあその同じエリアに集まったので、まあ、そういうなんか縄張りとか仲間意識みたいのも含めてネイバーフットっていう名前。とにかくその頃90年代の初頭の原宿っていうのがもう今と全然違う状況で、まあ、今でこそこう表参道とか青山にグッチとか、プラダだったり、まあ、いろんなすごくハイファッションのブティックが並んでるんですが、昔はすごく、まあ、すごくゆっくりした空気が流れてる、例えばアーティストとかにすごくこう優しい街って言ったらいいのか分かんないけど、今とは全然違う状況だったんですね。だからすごくみんながこう素直にこうチョイスできたエリアだったんですけど、まあ、今となってはちょっとまた状況も違うんですけど、まあ、いろんなことからデザインっていうのが、まあ、プロセスっていうか始まることがあるんですけど、まあ、日々の生活からもう本当にインスピレーション思いつきで始めたり、映画のワンシーンから出たり、音楽を聴いている時から出たり、そういうもうすごい自然な発想ですね。何かをこうデザインしようと思って発想することっていうのはあまりないんですけど、すごく自然な中で、まあ、でもそれは17年間全く変わってないやり方ですね。ヴィンテージウェアはもちろん僕も大好きで、質感とかそのなんだろう、その洋服が持ってるヒストリーだったりそういうものにはすごく惹かれるんだけど、昔のそのウェアの、まあ、そのパターンとかカットっていうのが今の現代の僕らには全くフィットしないので、すごくイメージとかそのマテリアルというものはすごく吸収するんですけど、カットとかは全く現代には当てはまらないってと思うので、あんまりそこは参考にしないですね。でこれは、まあ、僕の友人のカリフォルニアのコール・フォスターという人がハンドメイドで作ったカスタムバイクですね。でフレームからアルミのカウリングのデザインからすごい流れるようなデザインがすごく気に入っていて、まあ、もちろん世界にこの1台しかないんですが、まあ、その友達が作ったっていうところがすごく気に入ってる部分でもあります。この写真も60年代のイースト LA のすごく貴重なスナップショットですね。写ってるのがみんな、まあ、モーターサイクルシーンの写真なんですけど、すごく変わってるのが全てメキシカンのバイカーチームなんですけど、すごくこうイメージ的にはバイクっていうと白人っていうイメージがあるんですけど、まあ、当時は黒人のバイクチームがあったりメキシカンのチームがあったりっ
ていう、そういうすごく自由な時代 でたまたま今シーズンステューシーと一緒にボンヤーズっていうシリーズのコラボレーションをやっている、まあ、当時のイメージ写真ですね。まあ、僕自身すごくそのモーターサイクルっていうかバイクのカルチャーが好きなんですけど、バイカー用に作ってるっていうつもりは全くなくて、まあいろんな人にもちろん来てほしいという思いで作っているのと、まあそのクオリティだったりデザインだったりっていうところで、僕はだから実際17年前始めた時はまさか17年も僕がこの仕事をできるとは夢にも思ってなかったんですね。でもまあ今こういい形で続けてこられて、将来的にもっとすごく大きいビジネスをしようとか、大きいブランドにしようとか、すごくグローバルな展開をしようとか、そういうビジョンは僕の中には全くなくて、まあすごくいい形で自分たちが納得のできる今のようなスタイルをキープできれば、まあ、生きてるうちはずっと僕はやりたいと思います。